皆さんこんにちは水族館マネです今日は日本で一番行きにくい東京から船で丸24時間もかかるめちゃくちゃ遠い水族館をご紹介していきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい、その水族館小笠原水産センターの小さな水族館という名前です小笠原諸島の産業を活性化させるための調査研究を行う機関で小さな水族館はそのセンターの中の飼育観察棟になっていますこの小さな水族館入場料は無料ですなんでいつでも見に行くことができます はい、で、えー、これ水族館の外にある水槽なんですけど赤羽っていう魚が展示されていますで、えー、と何より驚きなのがこの赤羽っていう魚の歯磨きを行うことができるんですよこれ赤羽ですね多分ハタの仲間なんですけど歯磨きっていうのがほ、まあ、本当にあの人間の歯磨きと同じで横に歯ブラシがついててこんな感じで魚の口の中を磨くことができますこんな体験多分この小さな水族館でしかできないと思いますねめっちゃユニークで面白かったです はい、で「ええー、青海ガメ人工負荷放流事業発祥の地」ということになっています。えーとまあ、あのやっぱり海が有名なな土地なのでこういういのがありましたねでこれ外にあるサメとかエイが展示してある水槽で「えムリブカ」眠り深とか「ガラボコスザメ」っていう比較的大人しめのサメが展示されています。で「ネムリブカ」眠り深は結構その小笠原諸島周辺であのシュノケリングとかしてると結構普通に見られるので。 まあまあそんな珍しいい感じでじですねで、えー、これ飼育観察棟の中の水槽でウツボの仲間が結構展示されていますね。はい、でこれも同じような感じで、えー、とちょっと多分あ,のあんまり魚詳しくないんですけどシマアジとかそういう種類の魚ですね。 で、えー、面白かったのがこれもう2年前ぐらいなんですけど千人フグっていうめちゃくちゃでかいフグの仲間が展示されていましたで僕が、えー、この写真撮った時はあのまだ小さくて多分20センチぐらいしかなかったんですけど1年後ぐらいにもう一回行ったらあの倍以上の大きさになっててめっちゃ面白かったですちょっと今も展示されているかはわからないですねでこれ小笠原吉登りっていう名前の、えー、淡水魚ですね確かこれも小笠原諸島でしか見られない魚になっています で、これ、オオウナギの稚魚です。まあ、これを展示している水族館も僕見たことないですね。そもそもオオウナギが結構珍しいんで。はい。こんな感じであの、ここでしか見られない魚が結構多いですね。これ、石垣大と石大の交雑種になっています。しかもこれ、天然で取れたものなんで、まあ、割と面白いですよね。で、これ、最後の大水槽です。えっと、多分今、ウミガメが飼育されているのかな。なんで、まあ、見応えとしては一番ここが水族館っぽい場所になっています。 まとめですえ。小笠原水産センター小さな水族館は東京から船で丸24時間かかる日本一行きにくい水族館でしたで小笠原ならではの生物を無料で観察できるので、えー、っとそこも魅力の一つかなと思います小笠原丸っていう船で行くんですけど是非また検索してあの皆さんコロナ収まったら行ってみてくださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録お願いいたします